17、これから可愛がれたの自分の妹分でありますですね、中村恵子さんと申します。中村恵子さんがですね、正一さんの気持ちを代読するということなんでですね、皆さん聞いてください。お願いします。こんばんは。もう本日はお忙しい中、主人の時のお祝いで足を運んでいただいてありがとうございます。ここでは前に参加します。本人の気持ちを代読させていただきます。今日のライブ会場手配から細かなことまでしてくれた白井哲也さん、てっちゃん、いつもいつも30年間同じ場所で変わらずとしやさんと素晴らしいライブを聴かせていただき、心が毎回癒されております。改めて白井哲也さん、としやさん、としやさん、ありがとうございます。尾本さん、はい、今回の企画、MC、年末年始の別荘でのおもてなし、数々家族同様、今まで30年ずっと支えていただきました。で、私事ではありますけれども、私が32年前、主人と結婚を決めるかどうかっていうふうに一番に相談したのが尾本さんです。でその時にたくさんいろんなことがありました。しかし尾本さんは覚悟を決めたらできる、その覚悟を25年ぐらい経ってやっと意味が分かりました。そういうことなんだなって。なんでいろんなことで尾本さんには兄のように慕っております。改めてありがとうございます。主人もいつもいつも言っております。本当に弟のような存在だと。そんな尾本さん本当にありがとうございます。で、まだまだ多くの友人に感謝は伝えきれてません。大神慎さん、東島浩二さん、数々のお友達がいらっしゃいます。小指ちゃん、よっちゃん、たくさんたくさん友達がいらっしゃいます。これから少しずつ2人で恩返ししていきたいと思っております。引き続き今年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。